強っ。これでもめちゃくちゃ強いんだよね。強いね。こんにちは、ケイダです。世間ではね、近畿24高杉強いよって騒がれててね、めちゃくちゃいい感じなんですけども、まあこのゴリラがかわいそうなんで、しっかり使ってあげようかなと思います。7の極ですね。いきましょう。幻獣キラー持ってるんで、ボスにキラーが刺さってきます。あとリヴァイアさんも確か幻獣なんでキラー乗ってきますよね。で、友情コンボは全敵ロックオンなんですけども、まあその倒してしまったダメなデプスはレーザーバリア大体張ってるんで、まあそこも結構適正なところかなと思います。でも言うて SS がね、化け物なんで、それをしっかり使っていきたいですね。パワー型で行くってかなり珍しいんじゃないかな。そんなにいないですよね。あ、強っまあしっかりね、この幻獣キラーがつわびなんで、友情コンボにも乗ってきます。なんかすごいとこ行ったな。あ、いいねいいねいいね。なかなか友情効いてますね、ボスに。密着してればレーザーもね、多分ボスの弱点当たるんで。強っ。なんかマッチしたな。てかこれダメや、早く行きすぎたら SS 溜まらないんで、ちょっとぐだらせたいな。SS、砂時計湧いてほしい。とか言いつつも攻めるんですけど、まあ、ここはね、硬いんですよね。防御力アップもするし。ワンチャンこれ、友情だけ倒せないか、無理かな。さすがに無理か。ちょっと殴っとこう。うん、強いね、殴り。砂時計湧いてくれへんかな。ガイドよりも砂時計が欲しい。砂時計出ない。まあでもなかなかいい感じですよね、今のところ。多分バトル4までしかなかったよね、雑魚戦は。はい、嫌な位置やな、これ。止まるか、直。4P が右上。あ、3P が次。これはもうどうしようもなさそうなんで。あ、当たってなかった。いや、ゆうちゃん強っ意外とちゃんとやれるんですね。はい、ちょっと、案外早くボス戦入ってしまいました。SS 食べたいけどね。SS でなんか雑魚、てかボス、3で終わりそうやね。まあいいや。いや、やっぱ殴り強いね、ゴリラ火力。アンチ減速壁がね、今後どんな風に出てくるんですかね。非常に怖いけどね、あんだけいっぱい情報修正で追加されたら。あ、ここちょっと待って、デプス、デプス注意よ、デプス注意。これ 4P に当たると結構まずいんじゃない、大丈夫かな。あ、でもそこまで食らってないか。あ、でも結構食らってるよあれは残しとかないとダメやね。危ない危ない。さすが、これレーザーバリア、貫通するレーザーバリアたまにあるやん。それじゃないよね、さすがに。貫通してるけど危なちょっと危なかった。さあ SS が溜まってまいりましたよ。もう SS バカついんじゃないこれ。まあ言うて1段階目ちょっと1悪いしやめとこうか。20ターンから打てるんですね。いや、これまた1がね、嫌な感じね、ちょっと怖いね。うん。すんごいこのデプス倒しそうで怖い。
楽しそうやね、もう次。さあ、じゃあ SS 行っちゃいますか。行きましょう。強っ。マジか。しかも強すぎて倒しちゃったよ。ボスが撤退した後にデブス倒しちゃったよ。うん、デブス倒しちゃったね。じゃあまあいいや、これどうなるか分かんないですけど、あんまり壁ドンできないか、ここまで来たら。まあちょっと暴れ身に言ってみましょう。あえて雑魚処理できるかな。ぐるん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 。まあ雑魚処理できたね。すごいうるさいし。さあ行きましょうか。倒せなかったらまあどんまいですけど、割とね足速くなってた気がするから、薄めに行くか。スライクショット、ぐるんぐるん。いや強っ。これは強いな。なんかすっごい倍率が感じるんですけど、気のせいなのかな。まあだいぶ優秀な SS ですね。分身かつ壁ドンっていうところでめちゃくちゃ強かった。思ったより早くクリアできたし、思ったより強かったって感じかな。うん、じゃあね、ちょっと従来のジャブハックでも使えるかっていうところで試してみようと思います。幻獣キラー、これボスレーザー割りはまとってたかな。あんまりないっすね。じゃあ地雷注意ですけども使ってみようと思います。これどっから行くんやったっけ。初手どこやったっけ。右でいいんやったっけ。やべえ、超久しぶりや。まあ、地雷さえ気をつければ結構強いんじゃないかなと思います。まあ、パワー型なんでハマれば結構見残しとかしにくいかな。はい、オッケー。まあアンチ魔法陣持ってるんで普通にそこのところは適正ですよね。さあ、まあ、HP すごい位置いるけど、何右側にすごいタダイとした。これ嫌なやつやね。うん、そうなると思った。 2P で頑張るか。友情ではさすがに処理できないですよね。まあなんかそのボス戦でボス裏に配置してしっかりこの近藤さんのレーザー出せばめっちゃ強そうですけど、さあこっから出てきますよね確か。あ、レーザーバリアないっすね全然。じゃあ普通に友情出せば強いんじゃない。あ、いいねいいねいいね。めっちゃ刺さってるよ。ここって雑魚撤退したっけ。しないかな。いや強っ、超投げ払い強い。あ、でも霧あるんだよ。霧の存在忘れた。これでもめちゃくちゃ強いんだよね。強いね。面白い面白い。まあでも言うて危ないよ。地雷危ないし、あと感染キラあるんで危ないんですけど、まだこれ SS がたまらんね。まあ、ボス突破しちゃうのもあるかな。いや、強い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 。ゴリラ強えよ。めちゃくちゃボス近くに固まった。でもこれ、待って、いった。キリ痛すぎ。頑張って処理してくれ。オッケー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 。撤退しろ。撤退しろっつって撤退なかったね。いやいやいや、これ、地雷やばいよ。死ぬよこれ。さすがにこんだけ固まってたら死ぬよ。ハート取っても死ぬよ。いや、これはやばい。はい。
まあコンテンツにします。 SS 使いたいんでね。はい、 SS でワンパンできそうな気がするんで、 HP ちょっと上上げるか。 2P も倒せないんかい、倒せないんかいで。この壁反射狙う感じが久しぶりやね。さあ行きましょう。結構、ああそうやね、さすがにゲージ飛ばしは無理か。あの位置が悪いんで、もうちょっとど真ん中行ったらいけるけど。ぐるん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 、強っ。強いな。 SS の倍率は本当になんか高い気がする。めちゃくちゃ高い気がする。まあちゃんとしたこのフィニッシャーとしての立ち位置あるんで強いね。難しいのを狙ってみるか。ちょっと人間感あるけど全然無理だった。すいませんでした。はい、じゃあ SS で多分フィニッシュですね。ストライクショット、ぐるん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 。強っ。バケモンや。マジゴリラ、1ゴリラ2ゴリラ、これ3ゴリラ、4ゴリラ強いね、4ゴリラ。でも SS って打てばこれ7ゴリラなんの。めちゃくちゃ分身してますよね。はい、そんな感じで使ってみました。まあやっぱりその壁ドンとしてのフィニッシャー役としての活躍があるんで、まあ全然このキャラいいなっていう風に感じてますね。であとまあもちろんその艦隊性能は別に良くないんですけども、まあ、パーティーに1体いればちゃんとしたフィニッシャーとしての活躍してくれるし、まあ友情もね意外と強かったんでね、割と活躍するキャラなんじゃないかなというふうに感じました。そんなところですね。はい、まあぜひ当てた方はキンキン7の極ね使ってほしいなと思ってます。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方お願いいたします。それではバイバイ。